さあその状況、23点となりました。この差をエールズ打開できるでしょうか。最終クォーター、第4クォーターに入ります。エールズ自陣34ヤードからサードダウン14。ドロープレー、裏をついてパスに見せかけたランプレーを展開しました。キャリア34番の総力にかけましたが、しかしこれは広島の素晴らしいタックルによりゲインは約6ヤードにとどまっています。託されましたキャリアは34番の八木でした。さあエールズフォースダウン8、ボールオンは自陣40ヤードの状況です。ここでハドルを組んでおりますが、プレーを選択します。ギャンブル、ここで8ヤードゲインできないとエールズ攻守交代となります。さあパスは補給しているが、しかし攻撃権更新の距離に至っておりません。結果4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代となります。ターンオーバー、攻撃権変わりまして広島の攻撃に入ります。広島相手陣48ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを選択します。キャリア21番、ラインの隙間を縫って約3ヤードのゲインを果たしています。広島相手陣44ヤードからセカンドダウン7。再び中央へのランプレー、これはエールズディフェンスラインの集まりよく、ゲインは約2ヤードでとどめています。広島相手陣42ヤードからサードダウン5。パス成功、ナイスラン、ファースター、クォーターバック3番、ここでパスプレー、ワイドレシーバー9番、これをディフェンスの隙間を縫いながら見事にキャッチし攻撃権更新しました。広島ファースター、ここで負傷者が発生しましたのでレフェリータイムアウトが取られます。しかし鮮やかなパスキャッチを見せまして攻撃権更進、決めましたのは広島ワイドレシーバー9番の酒井、島根大学出身のプレイヤーです。広島相手陣19ヤード、失礼しました、20ヤードの地点からのファーストダウン10。パス成功、これも際どいプレーでしたが、しかしディフェンスの間に入り込むようにワイドレシーバー1番見事にパスキャッチし約9ヤードのゲイン。ここで負傷者が発生していますので、ここでタイムアウトが入っております。広島エールズのディフェンス陣の前に入り込む形でレシーバーへの短いパスを立て続けに決めております。大変勇気のいるプレーですが、これを敢行できる広島の選手の個々の素晴らしいスキルを目の当たりにさせていただいております。さあ試合再開となります。広島相手陣11ヤードからセカンド残り1ヤード。中央へのワンプレー、広島ファースター。この1ヤード広島着実に取りました。託されましたキャリア21番、見事に中央突破を果たし攻撃権更新、ファースター。広島相手陣7ヤードの地点からファーストダウントゥゴール、エンドゾーンまで残り7ヤードの攻防が始まります。パスは不成功。そしてここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。本来は5ヤードのバッター、しかし残り距離ありませんので、残り距離半分のバッターを受けましてのファーストダウン、やり直しとなります。広島相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール。不成功。ここで広島パスプレーによるタッチダウンになりました。しかしこれをエールズディフェンス陣が見事にパスカット、パス不成功とし、この攻撃を失敗とさせました。広島セカンドダウンに移ります。広島セカンドダウン2ゴール、残り3ヤード。さあ今度は中央へのランプレー、しかしそのギリギリのところでエールズ、このランプレーを止めております。広島サードダウンに入ります。先ほどのランプレー、キャリアは21番の岩田でした。広島サードダウン2ゴール、残り2ヤード。3番、ここでランプレーのフェイク、ハンドオフフェイクから自らキープ、ブーツレックしまして右オープンを独走、そしてタックルを浴びながらそのままエンドゾーンになだれ込んでタッチアウン。広島6点獲得となっております。そしてトライ4ポイント、タッチアウンの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加。広島ホークス30点、リード違法とエールズ0点となりました。さあ、そして試合はまもなく残り時間5分を切ろうという状況になってきております。広島のキックオフで試合再開となります。このキックオフは外へ出まして、反則となります。キックオフのボールは外へ出してはいけません。この場合リターンチームは出たところから5ヤード進んだところからの攻撃とするか、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは30ヤードの罰則としてエールズ自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選べます。エールズはここで5ヤード下げてもう一度蹴り直す選択をさせます。先ほどの反則によりまして広島自陣30ヤードからのキックオフやり直しとなります。さあエールズリターンに入ります。あえて大きなリターンをさせず低いゴロキックを蹴りましたことによりましてエールズこのリターンは自陣35ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。しかしこの絶好の位置からの攻撃となります。現在スコア表示に誤りが出ております。この訂正のためのアナウンスがありました。総得点は広島ホークス30点、リード違法とエールズ0点という状態で変わっておりませんのでご安心ください。さあエールズ自陣37ヤードからのファーストダウン点の攻撃に入ります。パスは成功。クォーターバック11番プレッシャー感じながらワイドレシーバー22番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクが入ります。小今様メッセージありがとうございます。エールズウィン、メッセージ応援ありがとうございます。しかし残念ながら今状況はエールズ非常に厳しい状況に入っております。配信ありがとうございますのメッセージも非常に心強く思います。できる限りご期待に添えられるよう配信の質を上げれるよう頑張っていきます。対しましてガイボー様もホークスウィンというメッセージいただいています。ホークス現在のところ試合を非常に順調に展開しております。双方の力はそれほどの差があるとは思いません。しかし要所要所でシーホークス、失礼しました。広島が鮮やかに攻撃を得点に結びつけ、この得点差に至っているという状況になっております。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。広島ホークス失礼しました。リードエフォートエールズ自陣43ヤードからセカンドダウン4からの試合再開です。パス不成功。クォーターバック11番スナップ乱れながらランニングバック失礼しました。ワイドレシーバー22番へのヒッチパスを投じましたが、このパスが上ずりパス不成功に終わりました。パス不成功により攻撃権1つ喪失しサードダウンに変わります。エールズ自陣43ヤードからサードダウン4。インターセプト。ターンオーバー。クォーターバック11番、ここで一気に陣地挽回とロングパスを投じました。しかしこのパスを競り合いながら取ったのは広島の14番。これによりインターセプトとなりまして攻守交代です。ターンオーバー。見事なインターセプトを決めましたのは広島の14番和田、名城大学出身のルーキープレイヤーです。東海学生出身の選手が広島においてその名を X リーグで刻みました。広島攻撃権取り返し、自陣16ヤードからファーストダウン10。パス不成功、失礼しました、判定を待ちます。パス不成功の判定です。ここで広島、あえてパスプレーによって再び先ほどから好調なディフェンスの前に落とし込むパスを展開しましたが、このパスは通りませんでした。攻撃権1つ失い、セカンドダウンに変わります。広島自陣16ヤードからセカンドダウン10。さあ中央へのランプレー、エールズディフェンスライン陣踏ん張りを見せますが、しかしこのランプレーにより約4ヤードのゲインとなっています。広島自陣21ヤードからサードダウン6。これはエイルズナイスディフェンス。広島得意の中央へのランプレーでこの攻撃権更新を図りましたが、エイルズ77番66番が見事にこのホールを塞ぎましてノーゲインとしました。素晴らしい踏ん張りを見せたのはリードオフォートエールズ66番の片山、広島大学出身、そして77番の前田、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーでした。広島フォースダウンをパントフォーメーションで行います。スナップ乱れましたが、パンター見事にこれを蹴り出しまして、エールズ陣40ヤード付近で攻守交代といたしました。エールズ試合時間残り3分8秒で自陣42ヤードからの攻撃に入ります。エールズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック11番、ここでもロングパスを投じました。ターゲットは4番、しかしダブルカバーされパス不成功となっています。エールズ自陣42ヤードからセカンドダウン10。QBサークォーターバック11番ワンポンプフェイクがロングパスを投じようとしました。しかしこれを読み、広島57番が9塁スタック、大きくロスとしました。ここでエールズ後半1回目のタイムアウトを取りました。この配信は X3 全13チームの協賛によって実現しているライブ配信になっております。全13チームおよび今画面上に映し出されているさまざまな方々のご寄付ご寄謝によりまして、この配信は成り立ちました。皆様のご好評大変ありがたく思っております。この企画は現在も継続させていただいております。配信でこの配信にあります説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL がありますので、もしその意ございます方々はぜひご協賛ご協力をお願いしたいと思います。さあエールズタイムアウトを解けまして試合再開となります。エールズサードダウン22の状況に挑みます。パス成功。クォーターバック11番プレッシャー受けつつワイドレシーバー22番競り合いながらこれをキャッチし、エールズフォースダウン7の状況に持ち込みます。さあエールズフォースダウン7、プレー選択します。ギャンブルボールオン自陣46ヤード。パス不成功。再びターゲット21枚のパスでしたが、これはディフェンス陣のカバー集まりよくパス不成功となりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。現在スコアのコントロールができておりませんが、攻撃権は広島に変わっております。広島ファーストダウン10、ボールオン相手陣46ヤード。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。先ほど双方に反則がありました。この反則がありましたことによって審判は先ほどのプレーを無効という形で解釈しております。したがって広島のファーストダウン点という形で試合再開になります。さあ広島セカンドダウン10の状況で試合再開です。パス不成功。クォーターバック3番プレッシャー浴びながら右に流れてパスを投げ捨てました。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。無視角レシーバーのダウンフィールドへの侵入。パスを取る権利がない選手がパスコースに出ていたという反則です。しかしこの反則は取りません。エールズ取らずにダウンを進めサードダウンとします。さあ広島相手陣46ヤードからサードダウン点。ドロープレーパスに見せかけたなんてキャリア20番体を伸び上がるように前進しましたが攻撃権更新には至っておりません。残り2ヤードでフォースダウンとなります。エールズここで後半2回目のタイムアウトを使います。先ほどのプレーそのままでいますと時計は回り続けます。ボールを持った選手がフィールドの中で倒れた場合は時計が回り続けます。エールズ残り時間を確保したくここで守備の段階でタイムアウトを取りました。さあ広島フォースダウン2ギャンブルを選択します。さあここで選択肢はオプションプレー。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。これにより5ヤード奪った。したがって広島オートマチックでファーストダウンとなります。広島攻撃権更新ファーストダウン。エールズここで止めんと勇み足をし結果的に攻撃権更新を許してしまいました。さあ中央へのランプレーを選択します。これはエールズ66番が見事にタックルしましてゲイン1ヤードにとどめました。しかし中で倒れているため時計が回り続けます。クロック調整に手間取っておりますが試合時間残り40秒をまもなく切ります。さあ再び広島中央へのランプレー、原因はほとんどありません。しかし中で倒れているため時計が回り続けます。ここでホイッスル。ここで試合時間残り1秒で広島はタイムアウトを取ります。広島ここでフォーメーションを変え、フィールドゴールフォーメーション、キックによる3点を狙います。キッカー93番、キックレングス49ヤードのフィールドゴールに挑みます。さあこれはショート、そしてエールズリターンに入ります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、リード・エフォード・エールズ0点、広島ホークス30点で広島ホークスの勝利となりました。見事に決めまして強敵エールズを倒しました。見事な戦いでした。試合は結果的に完封負けという形でしたが、しかし戦いぶりは決して見劣りませんでした。復活再生をかけたリスタート、まだ道のりは半ばでしょうが、しかしその奮闘を今後も期待したいと思います。ナイスゲームでした。そして広島初戦を黒星でスタートしながら、しかし見事に強敵エールズを倒し、優勝戦線に踏みとどまりました。素晴らしい戦いをありがとうございました。両チームナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに読めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、ここで一旦配信は下ろせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は X3 ウエスト全13チームの協賛企画によって実現いたしました。その配信を本日行わせていただきましたのは私、道楽屋理沙でした。それでは失礼いたします。